ね、はいはい、こう健康やとかいう話してたじゃないですか。結構多いですね最近。先月ね、うん、ちょっとあの僕の知り合いの青森の方がこう見学に来てたでしょ、はいはい、であの人をちょっとしたジャスミンさんじゃないけど、うん、そうこう見えいろんなものが見えますよっていう、うん、ちょっとある先生のところにちょっと用事があって行ったんですよ、はいはい、で行った時に何にも見てへんかったけど、その先生が青森の人を見て、はい、頭が痛いと、あ頭が痛い頭が痛いって言い出して、うん、であなた頭の病気してますよね、あで実際そう頭の病気が僕も知らないけどあったらしくて、あそれをちょっとちゃんと先祖を大事にして、うん、でしっかり手を合わせてであの青森戻んねえか戻ったらしっかり病院行って、うん、手遅れなんて病院行ってくださいねって言われて、うんって言ってたちょっと楽になりましたよね、楽になりました楽になりました、肩にもなんかついてますねああなんか肩楽になったでしょって、うん、楽になりました取れました取れました、うん、っていう話をしてて、僕は、うん、クロちゃん元気ジャスミンさんにもたまに聞くじゃないですか、僕は引っ越ししてから調子が悪いんやと、年のせいやとかねなんかないの、使えへんわなんかないの、つけてほしい、いやつけてほしいって言うよりか違うとこ、なんか足の裏痛いとか なんか違う症状出てほしいね人と、あ、うん、な何それ、でもほら、うん、引っ越して腰も調子悪いし、うん、ほんまに調子良くないやつ引っ越してやから、うん、なんかおりそうやんいや違う違う、それ例に整理したら例がかわいそうそっちがかわいそうな、例の整理したら何でもかんでも何が原因の僕の場合は、それはただの使い痛みか年のせいやってカレーとかね、年のせいで片付けられたら困りますやんなんかあるでしょでもあれどっちなんですかね、なんかそういう間ちょっとついてますよと言われるのが喜ぶ人と、あーついてないですよカレーですよとか言われる、どっちの方が喜ぶ、いや喜ぶとかじゃないけどカレーは嫌やん、なんか自分が年いってみたのが嫌やん、そうじゃなくなんか原因があってほしいですやん、いや原因はあるんですよ、原因は絶対ね、そうでしょ、うん、そのカレーも原因、うん、いやその原因嫌やんいやだからカレーとかで何さもう平均寿命で言ったら例えば55やったらあもう西郷隆盛さんやったら亡くなってるんやなとか、うん、そういうふうに思ったらなんか自分が楽しくない、そんな、いや楽しくないし、カレーで言うたら打ち勝ってるよね、うん、だからそんな思いたくないやん、まだ楽しく、いや楽しく生きたいやんっていうのはまあないんだけど、うん、なんか知りたいやん、うん、僕の腰のこの、いやたまたまかも分かるんですよ、うん、引っ越ししてから調子が悪いのは、うんうん、でも引っ越ししてから腰の調子が悪いねんから、うん、なんか夢の家が原因であるとかなんか、うんうん、あ、引っ越した時に何かついてますって言われたら、うんうん、あ、こいつが悪かったんやんと思いますやんか、それ分かったらどうする、いや、仲良くする、こいつ仲良くする、ちっちゃいおじさんが乗ってるよとか言われたら、うん、そうそうそう仲良くしようやと腰を痛めといてくれやって言えませんやんか、うんうんうん、でも今、妖精だもんね、年のせいやって言われたらもうどないもならへんじゃないですか、若返るわけにもいけへんし、うんうん、なんかそうやから、そのうちジャスミンさんについてますって言ってくれるかなと思って言うてるんですけどなんかちょっとこう、嘘でもなんかつけましょうかな、つけましょうか、なんかつけようか、何かすごい、すごいものがつけようかって簡単につけれるものなんですかそれ、いや、簡単についたり離れたりするもんだよ、そうなんですか、基本的には僕ずっとついてないですか、いや、みんなついてんねんけど、エネルギーだから、はい、はいはいはい、エネルギーだから、まあ言い方は気とかエネルギーとか霊とかいろいろ人によって言い方違う、念とか言うと、でも自然について自然に外れてる、なんか、なんていうの、やっぱり動物が多いんですか、人的に、なんなの、動物の霊ついてる人いるよね、たまにね、あの、テントウムシとか、なんか、いやそういうのって可愛いじゃないよね、だから金具ついてんで、ね、エネルギーが、まあ、いっぱいあるっていうことや、ここにエネルギーが磁石、磁力と悪いものがついてへんかったらええんでしょ、そう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 、だから悪いものもいいものもつくけど、うん、まあ、それは時間の流れと自分が動き回るから、うん、ずっとつけてるわけじゃなくて外れたりついたりするってこと、居心地ええからそいつについておくっていうのもあるんですか、ね、それはあるでしょ、ただよっぽど変なとこ行けば分かるよ、そりゃみんなの念が渦巻いてるようなところに行って、うん、感受性の強いとか行ったら連れて帰ることもある、うん、いや連れて帰ることはあんまりない、そこにおるだけ、そこにおるんだけど連れて帰ることある、あんまりないわな、あ、そうだ、あんまりない、あんまりないけど感性の鋭い人はアンテナがバーッとこう受信するものがいっぱいあるからね、憑依しちゃうよね、あ、同じこと言うたはったもんね、でも僕には健康そうそう、元気元気つかない
それが僕は腰でもいいこともついてほしいもんな。え、いいこともつかへんのそれ。いやいや、それはないけど、いいことも悪いこともあったら、いいことはついてほしいもんな。いいことも、まあ、まあ、何でもええねんけど、なんかこう、こういや、プチがつくから僕の中で引っ越した原因がなんか分かってほしいのよ。あ、間に入った不動産屋がついてんじゃん。いや、でもね、土地を調べたらなんかあるよ、絶対ある、うん、で、なんかないことはない。どこの土地でもやっぱり昔は全然ね、更地の時何があったかっていうのは、ね、そういった、でも埋め立て地みたいな、ウォーターフロントみたいなところもそうなんですか。海の上に、まあ、まあ、埋め立て地で、ま、高層マンションとか、うん、どこにもエネルギーは存在するからね。何も無はないから、なんかはあるってこと、その原因を探せば、なんかは全員に探したらええねん。必ず原因があるから、探そう、探しますわ。絶対探しましょう。ひげちゃうか、ひげついてんじゃん。ひげ一本一本の人が、ひげ剃ったら健康になったりするの。それはどうかな。剃っちゃいます。風邪ひくかもな、ここは。寒いもんね。寒いもんね。そんな言うてんの。まあ、ええのがついたらね。だから嫌なのは、なんていうの、自称で言う人おるでしょ、ね、私何かがついてんのよみたいな。そか、なんかそんなこと言うて気引きたいんかみたいに取ってまわる、僕らみたいなもんですよ。一回だからジャスミンさん、今度こうパッと僕のその腰の痛い原因がついてる時おったら、今ついてんねって言ってくださいよ。ついてる時はな、ね、それ楽しみに、楽しみに、毎月楽しみに来てるんですよ。誰かに言うてもらわない。なんかすごいもんがついててほしい。なんか笑えるような。そうやな、なんですのそれ。剣闘士がついてるとかね。なんかすごい、なんか分からないような歴史上とか、歴史上のやつ、すごいやつ。ああ、それついたら、でも僕もすごいよね。話聞けるもんね。聞けるもんね、昔の話。だからなんかそういうもんね。びっくりするもんが見えた瞬間に言ってください。ぜひよろしくお願いします。